岩渕香織は日本の女子スキージャンプ選手である。菅平中学在学中の2009年3月3日にザオーで行われたコンチネンタルカップで国際戦デビュー。翌日に行われたコンチネンタルカップは失格となった。長野県飯山高等学校に進学し、2010年1月23日に行われたコンチネンタルカップシェーンワルト賞フ派。 大会で16位に入る。2011から12年シーズンから始まったワールドカップに初戦から参戦し、第11戦の座王で自己最高の7位となった。松本大学1年時の2012年のサマーグランプリではクールシュベルで10位、ヒンターツァルテンで5位と2戦終了時点で総合8位に入り、その後の国内2戦でも高梨サラを破って優勝したが、 9月に遠征先のイタリアで着地時に両膝の全十字人体を断裂し手術とリハビリに費やすこととなる2013年の7月に復帰しサマーグランプリに参戦した2013から14年シーズンから5シーズンは高梨沙羅伊藤由紀に次いで日本人3番手の成績を残している2016年1月10日 TVH ハイジャンプ大会で 伊藤幸を破って国内戦では3年4ヶ月ぶりに優勝した。2月19日のワールドカップ第15戦のラハティで6位に入り自己最高位を更新した。2016年北の建設入社、同社スキー部に所属。サマーグランプリやワールドカップでコンスタントな成績を残し、入社以降3大会連続で世界選手権に出場する。 2018年のピョンチャンオリンピックにも出場し、個人12位となった総合成績表彰台。ありがとうございます。